はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はこちらワゴン R スティングレイですね、 MH23、 こちらのねメンテナンスの方をしていきます。でこちらね、オーナーさんおそらくもう1年落ちぐらいの状態の、まあ新種ね、程度のいいやつを買って10年ぐらい乗ってるんじゃないかなと思います。で今走行距離がね10万キロも超えてるぐらいなんですけど、まあ、サムさん的にはいろいろなねメンテナンスをしてほしいっていうのは一応言ったんですけど、まあ、どうしてもね予算の兼ね合いとかもあるんで、まあ、今回はね、まあ、いつも通りのメンテナンスをやっていくっていう流れに、ね、なります。まあ、ただねまだあと5年、6年、まあ5年ぐらいはね乗れたら乗りたいなって言ってたんで、まああとはもうやり方次第ですよね。メンテナンスをして、まあそれだけ長く乗れるようにできるだけ振っていくか、あとはもうメンテナンスをせずにそのまま運よく行けるか、もしくは壊れたらもう乗り換えるかっていうところをね選択していくかっていうところじゃないかなって思います。まあですんでね、今回はまあいつも通りな感じでやっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今から作業の方やっていきます。まずはね下塗りですね。まあ毎回恒例になってますけど、こちらの方やっていきます。でも最近はね結構雪もね降るようになって、まあ夜なんかはね普通の道路にねエンカルですかね、まあそちらの方を巻いてるっていうような感じにもなってます。まあですんでね、まあ下回りとかはねやっぱりこうしっかり塗っておくと、まあちょっとでもね錆びにくくするっていうとこで、スズキなんかは特になんですけど、あのフェンダーの部分ですね、あのリアフェンダーなんかよく膨らんでるのがあるんじゃないのかなって思いますけど、やっぱりそう錆びでねなんか良くなってる印象が強いのかなっていうとこですね。で今ね塗ってるこの車とかでもそうなんですけど、やっぱりこう溶接と溶接の継ぎ目部分っていうんですかね、まあ鉄板と鉄板の継ぎ目っていうんですかね、ボディの、まあそういったとことかがやっぱりちょっと錆びが出てたりとか、まああと足回りのねアームとかでも溶接してるような箇所とかがやっぱりこう最初に錆びやすいっていう感じですね。で次はねブレーキ液の交換をしていきます。まあ色味はね結構まあ黄色くなってる感じですね。でやっぱり年数が経っていくと、少しずつねこう水分を含んでいったりとかもしますので、まあ、定期的にはね交換をしてやるっていうのはね大事じゃないかなと思います。で水に溶けるんで、こういう風にね水を流してやるとね綺麗に取れます。でね交換後はこんな感じで綺麗な色味になったんじゃないかなと思います。でこちらがですね、今度ねローターのね研磨の方をしていきますけど、ローターの状態がねその歪んでるとかっていうわけではないんですけど、サビですね、結構サビがねありますね。まあそのパッドが当たるとか当然ないんですけど、パッドが当たらないところのサビの出方ですね、ここがねやっぱりひどいかひどくないかで、こうどういった環境で使われてるかっていう部分ですよね。まあやっぱり多少なりねやっぱりこうエンカルとか、まあその辺なのかどうなのかね、まあ結構サビが出てるようなイメージはありますけどね、まあ、こちらの方がねなくなるまで削っていくみたいな感じですけど、まあね、そのパッドが当たるとこじゃないんで、まあそこまでね、神経質にならなくてもいいんですけど、まあ見た目の問題っていうとこかなっていうとこですね。で、これでね、何回か削っていって、厚みもね、しっかり測って、まあ問題はないです。まあ、基本的には、軽自動車とかで普通のパッドがついてるような車であれば、走行距離がね、まあ20万キロぐらい走ってても、ね、削った後に全然残数があるっていう感じにはなってるんで、ただね、やっぱパッドが攻撃力を上げてたりとかすると、もう基本的にね、やっぱり残りは少なくなってるのかなっていうね、そういったイメージはあります。で、これでね、きっちりとね、まあ、削って、まあ見た目はね、かなり綺麗になってるんじゃないのかなと思います。まあ、ですんでね、まあスポーツカーとか、まあスポーツ走行するような車とかっていうのはね、やっぱり減ったから削ってくれっていうのはね、気持ちはわからなくてもないですけどね、まあ結構厚みがない車の方が多いかなっていう印象ですね。で、削り終わってね、このような形になってます。で、これでね、研磨の方は終わって、次はね、クレベリンですね。まあ大体この辺はもういつも通りのね、流れの作業をやっていきます。で、まあ車の中のね、殺菌と消臭をするっていうとこです。で、こちらね、パキってなるように折って、ね、振ったら先っぽが黄色くなりますので、まあこれで OK ですね。まああとは車内に放置して、まあ時間になれば勝手に終わるみたいな形です。で、こちら燃料ですね。添加剤を入れます。で、こちらをね、入れることで燃焼室のね、清掃します。まあ、毎回言ってますけど、ここは、このね、まあ、フューエル1もしくはそれ以外でも似たような商品っていくらでもあると思うんですけど、まあ、コスパの割にね、効果は大きい添加剤じゃないのかなって思ってます。で、こちらウォッシャー液を入れていきますけど、まあ、ほとんど減ってなかったですね。で、こちらね、ガスですね。今からね、エアコンメンテをしていきます。で、320のね、規定量に対して、もうほとんどね、入っていないっていう結果になりました。
まあ、こちらのね、まあ、320に対してね、45の275っていう状態なんでね、まあ、ほとんど入ってないんで、これもうね、聞いてなかったんじゃないかなと思います。で、これ引き渡し後にね、ちょっと話を聞いたんですよ。これ夏ってエアコン効いてなかったんじゃないのって言ったら、まあ、軽自動車だからね、こんなもんかって思ってたっていうような感じで言ってましたね。さすがにね、こんなもんではないと思います。まあ、ちょっと今ね、もう寒い時期にこれやってる作業なんで、まあ実際夏場の吹き出し口の温度って測ってないですけど、まあ、おそらくね、30度ぐらいとか、まあ35度ぐらいの時に測って30度とかね、まあ25度ぐらいとか出ればまだいい方なのかなっていうようなね、気はするんですけどね。まあ、それぐらいね、効いてないっていうか、まあ入ってないんでね、効いてないんじゃないかなと思いますね。で、まあ、これ最終的にね、検査するんですけど、コンデンサー周りからね、ちょっと漏れてる感はあるのかなっていうとこですね。で、まあ、エアコンのね、作業の時に、まあ、だいたいいつも関係ない話をするんですけど、最近寒くなってたんで、工場のね、ジェットヒーターっていう、まあ、ストーブですね、出してきたんですけどね、なんか調子が悪いんですよね。1年前はね、ちゃんと動いてたんですけど、どうもね、なんか、インジェクターがね、なんか、詰まり気味っぽいような雰囲気がね、あります。まあ、ですんでね、まあ、一回ね、バラして掃除して、組み立てて、やったら治ったんですけど、ね、また使ってたらね、また上ね、なんか、詰まったのかわかんないですけど、ね、なんか、失火して止まるみたいな感じになってるんで、まあ、なんかしらね、原因があると思うんですね。まあ、灯油がね、ちょっと去年の灯油のまま使ってたのが悪いのかっていうのもあるかもしんないし、最初組み直した時にね、ちょっと年圧いじったら、結構ね、なんか、不完全燃焼な感じでずっと使ってたんですよね。ちょっと一時使ってたんで、まあ、それも原因なのかもしんないしっていうのもあるかもしんないですけどね。まあ、もう一回ね、ちょっとバラして掃除せないかんですね。まあ、年末にね、ちょっと忘年会もするんで、まあ、ね、それ用のね、ジェットヒーターっていうところもあるんでですね、まあ、しっかりとメンテナンスをして、まあ、使える状態にしないと、寒い中ね、なんかね、忘年会しなきゃいけなくなるのかなっていうね、工場の中でね、いつもやるんで、まあ、去年とかもね、年末にね、動画上げてると思いますけど、まあ、そういった感じでね、ちょっとやるっていうところでね、今動いてるんで、まあ、ストーブのね、メンテナンスをするっていうところですね。そしてね、エアコンの作業が終わりました。で、フラッシングはね、今回3階の方でね、やってます。で、こちらね、320g ガスを入れて、まあ、添加剤今回入れないです。で、吹き出し口温度なんですけど、こちら 5.9 度ですね。まあ、よく冷えてるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、外もよく冷えてるんでっていうところですけどね。そしてね、こちらガス漏れのね、チェックの方をね、していきます。で、まあ、見ていくとね、こんな感じで、もうグラス風がね、ちょっと降ってきてると思いますけど、コンデンサー周辺はね、なんか漏れてるかなっていう感じがします。で、まあ、液パンとか、その辺はね、見てみると、特にね、グラフの触れっていうのはないです。で、こちら今度、室内側ですね。で、中に入れても、まあ、特に降ってないですね。で、下側からと上側からとね、見ていくといいですね。そうすることで、まあ、エバポレーターですね。その辺とかが漏れてないかとかっていうチェックもするんで。で、まあ、入れた感じは、まあ、大丈夫かなっていうとこなんですけどね。まあ、とりあえずはね、じゃあ、コンデンサー周辺が怪しいかなっていうのはあるんで、まあ、コンデンサーはね、まあ、どうでも気になるならね、交換するか、もしくは、漏れ止め剤を入れるかとかですね。まあ、どれくらいのペースでね、ガスが減っていくかっていうとこだと思います。で、まあ、天井が結構やれてますね。まあ、スズキあるあるなんですけど、まあ、しょうがないのかなっていう部分ですけどね。で、まあ、車の方をね、磨いていきます。まあ、こちらでね、磨いて、まあ、さっきみたいにね、もうこう、やれてると、これ磨いたところでね、取れはしないんですけどね。まあ、とりあえずはね、まず肌の状態っていうのを良くしてやるっていうところですよね。で、こちらの方をね、磨いていって、で、あとね、ワックスですね。ただ磨くだけだと、ね、特に何もないんで、ワックスをすることで、まあ、簡単なコーティングというと言い過ぎですけどね。まあ、することでね、やっぱ肌触り、そして撥水っていうのもね、良くなるっていうところですんで、まあ、こちらの方やると。まあ、コーティングなんかよくしてる車とかもありますけど、コーティングってね、結局してても、メンテナンスもね、やっぱりちゃんとしないといけないし、まあ、洗車もじゃあずっとしなくていいかって言ったらそんなわけでもないんで、まあ、やっぱりね、定期的に洗車してね、ワックスかけてやる方がよっぽどいいんじゃないのかなとは思います。で、こちらね、ライトですね。まあ、くすんでますね。で、ライトってやっぱりね、磨いてやると、ね、全然やっぱ見栄えが変わるんで、ね、やっぱ色ツヤを良くするためにもね、こう、ツヤ感を良くするためにも、やっぱりしっかりとね、目力を上げてやるっていうのは大事ですね。まあ、ですんで、こちらね、まあ、状態にもよるんですけど、磨いてね、これで磨いて綺麗になるのもあれば、どうしてもやっぱりね、ダメなやつはペーパーを当てないとね、綺麗にならないっていうのもあります。で、まあ、こちらはね、まあ、これぐらいで綺麗になるんで、まあ、ちゃっちゃーっとね、当てて、まあ、あと磨いて。
で最後にねコーティングをするっていう流れです。コーティングをねやっぱしとかないと、今こうやって綺麗になってますけどね、すぐ黄ばむんですよね。でこれコーティングしてやるとね、まあ持ちはね、まあちょっとは持ちますけど、まあこれも簡易的なやつなんで、どうしてもねめっちゃ長持ちするかっていうと、まあそうでもないと、まあ半年から1年持てばいいのかなっていうところですね。でこちらでね、コーティングの方をしっかりと厚塗りをして、これでね完了です。まあだいぶね透け感も出ていい感じになってるんじゃないかなと思います。で次はねこちらホイールの清掃をしますけど、まあ見た感じねだいぶ焦ってるのと、ホイールにねブレーキダストが結構ついてます。でこのダストがね張り付きがひどいと、じゃあせんね洗って、例えば鉄粉取り剤ですね、よくいつもやってるやつなんですけど、まああれやってもね取れないんですよ。もう実際こんなねスポークの角についてるような、張り付いてこんなねなんか茶色くなってるような感じのね、って取れないんですね、洗っただけだと。で鉄粉のね取るっていう薬剤を使ってもやっぱり取れないです。まあそういう時はね専用の溶剤がありますんで、で結構ねこの溶剤使うとね、この溶剤ってどこの溶剤ですかってよく聞かれるんですけどね、もう取り扱いが大変なんでね、あんまりおすすめはしてないですね。結構シビアはシビアです。でまあそのね溶剤をね今から使っていきます。もうこういった感じでハケに塗ってね、パッパーってね軽く塗っていって、でもう一巡してやるともう大体それで綺麗になるんですけど、メッキにはね使えないっていうのと、結構強力なんでね取り扱いがシビアかなっていうのがねデメリットかなっていうところです。まあですんでね、よく動画なんか見てると、サンポールでやってるのとかよく上がるんですけど、もうサンポールの火じゃないんでね、この溶剤の力がね、ほんともう激しいんで、取れるのは取れるんですよね。だから車の窓ガラスとかにウォータースポットとかついてて、よくまあ磨いたら取れるんですけど、あんなんとかもう撫でただけで取れますからね。でこんな感じでね、もうさっきこうねパパパパって撫でて掃除して、まあ、それだけでねこれだけ綺麗になると。まあね毎回言いますけど、このねメッキのホイールには使えないですね。ちょっと強力すぎてメッキが真っ白になっちゃうんでですね。でこういう系のね色で見だったら全然大丈夫なんですけどね、こういう感じでもうほんと綺麗になってるんじゃないのかなと思いますね。これでね作業の方は終了です。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでしたか。こちらのねワゴンアルスティングレーのねメンテナンスでしたね。でまあとりあえずもうザ乗りっぱなしみたいなね、まあ、オイルとかは変えてるっぽいんですけどね、まあ基本乗りっぱなしな感じの車っていうのは見受けられます。まあ、車のね内装外装の、まあ、もちろん汚れ具合もそうですし、まああとはやっぱりメンテナンスは多分基本的に悪くなったらやってるのかなっていうような感じっぽかったですね。でエアコンなんですけどね、まさかのガスがほとんど入ってないっていうのも多分夏効いてなかったんじゃないかなと思いますね。これがつい最近直近に例えばドバッと抜けたとかじゃなければ、まあ、ゼロじゃなかったんでね、まだ入ってるんでやっぱ少しずつ抜けてると思うんですけど、多分冷えてないですよね夏場は。でまあ一応リフレッシュしてエアコン効くようになったんですけど、まあ、このまたガスがね来年の夏になったらどうなってるのかちょっと分かんないですね。どれくらいのペースで減ってるのか。でこの辺で多いのがエバポレーターのガス漏れが特に多いんですけど、検査をしたらコンデンサーで拾ってたんで、ね、中は意外に拾ってなかったんですよね。だからまあコンデンサーじゃないかなと思います。まあ一応ねその旨だけ伝えて、まあ多分修理とかはないんじゃないかなっていうふうにはね思ってますけどね。であとまあ車の方もねルーフがね結構天井が来てるんですよね。まあもうスズキのこの辺でねこの色だったら大体定番なんですけどね、まあ、その辺もあってライトとかもねなんかだいぶやつれた感じになってたんで、ライトの方はねとりあえず磨いてコーティングの方はしてるんで、まあ半年1年ぐらいはこの状態を保ってくれるんじゃないのかなとは思います。まあ、ヘッドライトがね綺麗になるともうそれだけでもう見た目がねグッと良くはなるのかなっていうのはねあります。まああとはもう実際乗っていって、まあ、オーナーさんがねどういう風に判断していくのかっていうとこじゃないのかなとは思うんですけどね。まあね実際まだねこの辺の車乗っている方も非常に多いんで、まあね大事にされる方もたくさんいます。でまあこちらのねオーナーさんはじゃあ、まあどういう風なやり方でいくのかね、やっぱり考え方もねメンテナンスをバリッとして長く乗るっていうタイプの人もおれば、まあもちろんねメンテをしても壊れるときは壊れるし、メンテをしなくても壊れないときは壊れないっていうのもあるんで、まあ、一概にはねじゃあすることが正解なのかっていうのは何とも言えないです。まあ、こちらとしてはねちゃんとメンテナンスをするっていうことをまあ推奨していきたいっていうだけなんでですね、まあ、だからあとはまあ乗ってて壊れれば変えるっていう感じでいけばもう全然いいんじゃないかなとは思います。
まあ、あとなんか悪そうなところがね、あのステアリングのギアボックスですね、ラックが多分ガタが出てるかなと、まあ、その辺ももうこの辺のスズキのド定番の感じになってるんで、まあ、そこら辺かなというところが気になったぐらいかなっていうところ。個人的にはね、やっぱりフルード交換とか、あとウォーターポンプとかサーモスタットね、その辺はねやってもらいたいかなっていうのはありましたけど、まあ、あとはね、まあ、それぞれのお財布事情っていうのもあるんじゃないかなと思います。とりあえずはね、今回はこちらのワゴン R スティングレーのメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。